はい、こちらね、味をしっかり馴染ませた。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、もうめちゃくちゃ美味しい鶏もも肉のグリル焼き完成しました。いやー、これマジでね、スパイシー感がやばくて、そこにピリ辛の刺激を加えることによってね、食欲をガンガン刺激してくる、もうおかずにもおつまみのぴったりの一品。いや、これね、めちゃくちゃやばいんで、ぜひ一回作ってみてください。マジ止まりません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。鶏もも肉1枚、もうこちらね、下処理済みなんですが、余分な皮や筋、表面の軟骨とかね、丁寧に取り除いた状態で1枚用意しておいてください。鶏もも肉の下処理がわからない方は以前動画で説明してますんで、説明欄の方にリンク貼っときましたんで、そちらを参考にしてください。塩コショウ少々。はい、こちら今回の味付けに使う調味料です。ちょっと多く見えますが、ご家庭にあるようなね、簡単な調味料ばかりなんで、ぜひ揃えてください。マヨネーズ大さじ1杯、ケチャップ大さじ1杯、ごま油大さじ1杯、こちら一味唐辛子小さじ1杯、まあ辛さはお好みで調節していただいて構いませんのでね、多少前後させても問題ないです。カレー粉小さじ1杯、チューブタイプのもので構いませんので、おろしにんにくを小さじ1杯です。はい、マヨネーズ、ケチャップ、ごま油が大さじ1杯で、一味唐辛子、カレー粉、おろしにんにくが小さじ1杯ずつです。材料は以上です。はい、こちらね、鶏もも肉、余分な筋や皮などを取り除いた下処理した状態で、まずは表面裏表に軽く塩コショウしていきます。少しで構いませんのでね。はい、裏表に塩コショウしちゃってください。はい、これで OK。 そしたらこの状態で10分ほど置いてなじませてください。そうするとね、臭みとともに余分な水分なんかも抜けてきますので、まずはこの状態で10分なじませます。はい、こちらだいたい10分ぐらいね、塩コショウしてなじませて下味をつけました。うっすら水分が上がってきてますので、キッチンペーパーなんかでね、軽く押さえて拭き取ってください。このにじみ出た水分に臭みの元なんかもね、出てきてますので、はい、しっかりと拭き取ります。この鶏もも肉、まあ食べやすい一口サイズにコロッと切っていくんですが、ちょっとね、これからタレで味付けしていくのに馴染みやすいように、はい、じゃじゃん、フォークなどでもう数箇所ズボズボっとね、穴を開けてください。はい、こんな感じ。はい、これで OK。 ズボズボっとね、穴を開けたらいい感じの食べやすい大きさに切り分けていきます。まあある程度食べ応えがあった方がいいので、今回は8等分にしましょうか。もう適当で構いませんね。コロッと切っちゃってください。はい、こんな感じ。もうポンポーンと切って、食べやすい一口サイズに全て切り分けてください。いや、ほんとね、これめちゃくちゃ美味しいんでね、ぜひやっていただきたい。これからこの味付けしていくんですが、このね、タレがもうめちゃくちゃスパイシーでピリ辛でやばいのよ。ほんとね、おかずにもおつまみにも抜群。はい、こちら鶏もも肉を切り分けましたら、なんかね、ビニール袋、ポリ袋とか用意してください。はい、この中に鶏もも肉と先ほど紹介した調味料すべて入れていきます。はい、よっと。はい、ごま油、マヨネーズ、これ今回ね、説明しやすいように小分けにして用意しましたけども、直接言っていただいて構いませんのでね、もういちいち洗い物増やさんでいいですよ。はい、ケチャップ、カレー粉、一味唐辛子、これ辛さは加減してくださいね。はい、チューブのおろしにんにく、すべて調味料を入れましたら
こちらね、袋の上から優しく揉み込んで、はい、これタレをね全体的に絡めちゃいます。はい、ある程度ね優しく揉み込んで全体的にタレをなじませてください。いや、もうマジでこのタレがやばいんです。はい、こんなもんかな。そしたらね、できるだけ空気を抜いた状態で最低30分、もう一晩漬け込んでいただいても構いませんので、このまま味をなじませてください。もう30分ぐらいの時は常温で OK ですが、長時間なじませる場合は冷蔵庫に入れておいてください。結構ね、味をなじませるまでが時間かかるんですが、ここまでを早めの時間にやっておけば、あとはグリルやフライパンでね香ばしく焼くだけなんで、めちゃくちゃ楽ちんです。はい、こちらね、味をしっかりなじませた鶏もも肉、グリルで今回は焼いていきます。もちろんフライパンでね香ばしく焼いていただいても構わないんですが、ほんとグリルで焼く方がジューシー感が出て私は好きなんで、グリルで焼いていきます。はい、今回はね強い火力で一気に焼き上げます。目安としては7分から10分ぐらい、表面が香ばしくねいい感じに焼けて火が通れば OK です。の私の使ってるグリルは両面焼きなんでそのまま焼けますが、片面焼きの場合は途中で裏表ひっくり返してください。よーカリッと香ばしく焼けました。めちゃくちゃうまそう。じゃあ早速食べちゃいましょう。はい、完成しました。スパイシーチキンのグリル焼き、これがマジでねピリ辛感があって癖になる美味しさなんで、ぜひ一回作ってみてください。それではギュームポーチャだきます。あかん、めちゃくちゃ刺激的でスパイシーでうまい。いや、これもうビールとかハイボールグビグビいけるやつですわ。今回はね、ちょっと一味唐辛子小さじ1杯と多めに入れましたけど、辛いのが苦手な方はね、もう全然減らしていただいて構いません。もうなんならなくても大丈夫です。うん、めちゃくちゃうまい。このごま油、マヨネーズ、ケチャップ、カレー粉、こいつがね、複雑に絡み合ってすごくスパイシーで、ほんと一味唐辛子の刺激がねガツンときてマジやばいです。いや、これね、鶏肉が好きな人、スパイシー感が好きな人、辛い料理が好きな人、もう3拍子揃ってるんでね、どれか好きな方はねめちゃくちゃおすすめ。めっちゃうまい。うん、たまりまへんわ。いや、飲みたいけど今日はやめとこか。おいしい。